にちは、産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日は産婦人科医が患者さんに産婦人科の内診前にしておいていただけるとすごく助かることについてお話をします。それはですね、内診の前にお手洗いに行くことです。中には内診前にお手洗いに行くとトイレットペーパーついちゃうんじゃないかとか、なんか匂っちゃうんじゃないかとか思って気にする患者さんもいらっしゃるんですけれども、内診の時ですよ、例えば経膣の超音波検査とか膣に棒の超音波検査を入れて子宮とか卵巣を見る検査の前におしっこに行っていただけると実はすごく助かるんです。なぜかというとですね、実は経膣の超音波検査をするときに、子宮卵巣とか見るときに膀胱にお小水がいっぱい溜まっててパンパンだと、それが卵巣の腫に見えてしまったり、あとは子宮とか卵巣がすごく見えづらくなってしまうんですよ。なのでですね、ぜひ内診の前にはお手洗いに行っていただけたらいいかなと思います。あとはですね、産婦人科の診察のときに患者さんをお呼びして、じゃあこれから内診しましょうっていうときに、あ、ちょっとお手洗い行ってきていいですかっていう患者さんいらっしゃって、それは全然大丈夫なんですけど、そうすると一回お手洗いに行ってる間に別の患者さんを呼び入れることになるので、結局遅くなっちゃったりしますし、まあ、お手洗い行くのって1分2分とか5分もかからないと思うんですよね。なのでまず産婦人科に着いたらお手洗いに行くとか、その待ち時間とかにもよりますけど、お手洗いちょっとでも行きたくなったなと思った時には受付にお声をかけていただいて、お手洗いに行って用を足してもらえるととっても助かります。そしてこれはもう日々常に私言ってることなんですけれども、あ、 YouTube ではいちいち言ったことなかったかもしれないですけれども、トイレの後にトイレットペーパーがついてようが何の匂いがしようが、こっちは何も気にしませんので、ぜひお手洗いに行ってください。結構ですね、こうお手洗いにこう行くタイミングがわからないっていう人もいると思うんですよ。お手洗い行ってる間に呼ばれたらどうしようって方もいらっしゃると思うんですけれども、どっちにしろ内診の時に膀胱にいっぱい水が溜まってて見えづらかったらお手洗い行ってくださいってことになりますし、内診の前にお手洗い行きますって言ったら結局その間他の患者さんを呼ぶことになりますので、ぜひ受付に声をかけてさっと行ってもらって、さっと帰ってきていただけるといいかなと思います。実は私以前学生時代に通ってた産婦人科とかは、自分が呼ばれる2人前ぐらいになると看護師さんから呼ばれてお手洗い行ってきてくださいって言われるような産婦人科もあったんですよ。でその時は学生だったので、なんで診察前にトイレ行かなきゃいけないんだろう、おしっこあんま出ないのになと思ってたんですけれども、産婦人科になって意味がよく分かりました。結構ですね、内診じゃあしましょうっていう時にお手洗い行ってきますってなると、それが結構時間のロスになってしまうんですよね。ただ全然それは大丈夫なので、気になる方は診察中でもトイレ行きたいって言ってください。逆にですね、実は経膣の超音波の検査の時は膀胱にお水が溜まってると見えづらいんですけれども、経腹の超音波の検査、例えば性交経験がない人とか内診が難しい方っていうのはお腹の上から超音波検査するんですけど、その場合は実は膀胱にお水が溜まってた方が見えやすいんですよ。なので場合によってはですね、経腹超音波をするって分かってる人にはお水いっぱい飲んでちょっとお小水我慢してくださいというふうに指示させていただくこともあります。でなぜかというと、お腹の上からの超音波検査というのはお腹の中の腸のガスで子宮とか卵巣が邪魔されちゃうんですよね。なのでお腹の腸のガスとかが膀胱にお水がいっぱい溜まって膀胱で圧迫されると、上の方に腸のガスが行くので子宮卵巣が見えやすいというような仕組みになってます。なので、まあ、基本的には内診がある人は内診の前にお手洗いに行っていただく、そしてお腹の上からの超音波検査って分かってる方はお手洗いを少し我慢していただけるといいかなと思います。ただお手洗い我慢するのって結構きついじゃないですか。それなのでいつ頃呼ばれるのかとか聞いてみたりとか、経腹超音波検査の瞬間にお水が溜まってなくてももう1時間待ってくださいとか、そういうことはまず滅多にないと思います。よっぽど精密に見たいってわけじゃなければ。なので自分がトイレ行った方がいいかなとか、少し我慢してた方がいいのかなとか、わからない時はですね、ぜひ受付に聞いてもらえるといいかなと思います。妊婦検診の時とかは診察前にお小水取ったりするので大丈夫だと思うんですけど、そうじゃない方はですね、ぜひ用を足していただいてから診察室にお願いします。本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋れなでした。またね。